あの人の現在。ファッションモデル、タレントとして活躍している木村ゆきさんことゆきぽよさん。いろいろあって最近はメディア露出が激減してますが、どうなんでしょうか。終わったとも言われてますし、体重の変化も話題になっているようです。そんなゆきぽよさんについて、体重変化、現在の終わったという状況などまとめてご紹介しましょう。体重変化が話題。ゆきぽよさんはぽっちゃり系グラビアアイドルってことで、スレンダーボディではなかったんですよね。もともと食べることが大好きで、自粛期間中も何も気にせず食べ続けていた結果、体重が1年間で約5キロ増加。今年1月6日に公開されたダイエット宣言ムービーで、2ヶ月間で絶対痩せる、2ヶ月後見とけよとライズアップ挑戦への意気込みを力強く宣言していました。2ヶ月のトレーニングで体重は 51.4 キロから 46.8 キロに。体脂肪率は 6.7% 減で、ウエストも 11.7 センチマイナスとダイエットに成功したと言えますね。ライズアップの新 CM でその姿を確認することができますが、確かにスレンダーボディに変身しています。公開された2ヶ月のゆきぽよさんのトレーニングに迫った動画内では、2ヶ月で本当に人は変われる、新しいゆきぽよを見てくださいと笑顔で話していました。確かにスッキリしましたけど、ぽっちゃりしてるゆきぽよさんもいいなって思う人も多い気がしますけどね。ライズアップで痩せる人はいますが、リバウンドする人も多いので、今後に注目していきたいです。現在終わった？ライズアップのダイエットにも成功したゆきぽよさん。しかし、現在終わったという声が聞こえています。終わったっていうのは、芸能生活が終わったということで、需要がないと言われています。その原因は、2021年、週刊文春にて、2019年5月に、知人の男性が自宅でコカインを使用して逮捕され、自身も強制捜査を受けたと報じられたことですね。ゆきぽよさんとその逮捕された男性とは、3、4年前から付き合いがあるそうですが、薬物使用については、全く知らなかったということ。さらに、交際を申し込まれていたが断っていて、交際もしていなかったと発言していました。それでもゆきぽよさんの自宅でコカイン摂取していたっていうのは、どう考えても怪しいですよね。ゆきぽよさん自身は尿検査されすぐに陰性という結果が出たということですが、それでも薬物検査されたっていうのは衝撃です。そんなゆきぽよさんですが、3月に知人男性が逮捕されたことについて改めて謝罪しています。その時には完全復帰へ前向きな決意を語っていました。彼女や事務所はこれをみそぎとして、また売れっ子タレントに戻ることを画策しているようですが、そううまくはいっていないというのが現状のようです。報道直後の1月24日に準レギュラーを務めるサンデージャポンに VTR 出演し、謝罪と釈明を済ませ、自らの騒動に終止符を打ったように見えたのですが、それでは済まなかったということでしょう。世間の風当たりというか、スポンサーなどの問題もあり、活動自粛もせず、変わらずタレント業を行っていましたが、出演は減っていましたよね。そこで3月の謝罪だったわけですが、そもそもゆきぽよさんの席は埋まったということです。みちょぱさん、藤田ニコルさんなどの活躍が目覚ましく、最近だとゆきぽよさんと入れ替わるようにめるること、ぬくみめるさんが活動の幅を広げていますね。このように少しでも隙があれば、次から次へと新しいタレントが出てくるのが芸能界です。弱肉強食の世界ってことですよね。また騒動を起こすかもしれないゆきぽよさんを起用するところは今後ないのかもしれません。芸能界の椅子取りゲームは壮絶ってことですね。今後どうなるのか見守っていきましょう。